あ、俺、また食いたい。あ、でも、ちょっと待って。昼ご飯食べる？食べるよ。これ以外で？うん。いい？うん。2023年少量チャンネル流行語大賞は何ですか？私は八方美人となんでだよ。んー？うちなの？八方美人？八方美人ってあんたが言ったんだっけ？うん。俺のこと。うん。でもさ、それってさ、自分たちが面白いって言ってるようなもんじゃん。そんなん聞かないでよ。それはちょっとみんなで考えてほしい。ちょっと俺はノーコメントよ、そんなの。うちらのさ、まあ別にさ、うちらの流行語大賞はどうでもいいんだけどさ、どうでもいいんだから。どういう質問だよ、じゃあ。どうでもいいんだけどさ、流行語大賞今年なんだっけ？あれ。あれ？優勝よ。阪神の優勝を、優勝って言葉使っちゃいけないから、あれ。あれね。うん。何それえ？なんだろうな、今年の流行語大賞。何も答えてないじゃんよ。だってもう、私は八方美人となんでだよって書いてあるから、もうこれなのよ。だって自分が選ぶわけじゃないじゃん、流行語大賞なんて。じゃあなんでそれ選んだの？いや、面白いなと思う。こういう質問。ありがとう。そうそう、面白い質問だなと思う。ありがとう、じゃあありがとう。うん。だからうちらの流行語大賞は八方美人となんでだよ。だから、うん。どっちかだけうちらが決めよう。八方美人かなんでだよ。今、二つノミネートされてるから、どっちが対象かをうちらが選ぼう。もう選んでよ。どうぞ。じゃあ、何？どっちでもいいですよ。正直。どっちでもいいとか言うなよ。けど、そう、ごめんね。質問聞いといて。じゃあもうどっちでもいいってことになる。いや、もうそれは、見てる方がちょっと心に。あ、そうね。残しといてください。興味がある人は、コメントに書いて。はい。翔ちゃんのパン作りのレパートリー増えましたか？あー。増えてないよね。増えてないんだけど、うん、俺何でも作れるじゃん、正直。何でも作れるんですよ。何でも作れるかね。レシピがあれば。まあそうね。うん、失敗しないんで。うん。だから、まあ逆に言うと無限大にあるよね、レシピ。無限大に作れ。はい、と思ってるんで、何でも作れるので、作ろうと思えばやれます。はい。お酒をこよなく飲まれてますが、はい。二日酔いになったらどんな対策してますか？あのね、ならないようにしようとしてんのよ。まず。ああ、まあ、とりあえずね。うん、まずね。飲む前とかにヘパリーゼは絶対飲んでるし、うん、ならないようにならないような飲み方をしてる。のが大前提なんだけど、うん、酒を混ぜないとか。ああ、それする。それはする。うん。で、この焼酎ちょっと安いな、みたいな。ちょっと酔いそうだなっていうやつは飲まないし、うん、酔わないように。やってるけど、うん、どうしても使いようになる時はあるから、なるなる。その時はもう大谷さんとか。まあそうね、大谷さん飲んだり、ポカリみたいな、ああいうアクエリみたいなのめっちゃ飲んだり、うん、俺なんか意外と、うんこを、めっちゃ出すと、治る。わかるわかる。なんかさ、多分、やっぱ外に出すといいんだろうね。わかるわかる。うん、なんか、俺も体調悪い時うんこ出すと、結構良くなる。なんかね、うん、なるよね。うんあ、ちょっと良くなったわ。マシになったわ、みたいな。そうそう、あるね。うん、あれ何なんだろう、ね、何の影響があるのかわかんないけど。答えなんでね？まだ残り1ヶ月ありますが、今年を振り返ってのベスト3とワースト3の出来事は？多い。じゃあ1個ずつ言おう。ベスト1ずつ言おう。めっちゃいいこと、悪いこと1個ずつ。いいこと、うん、いいこと良かったこと、今年。ね、別にさ、本当に深く思わないでほしいんだけどさ、うん、今日を生きてることみたいなダメなの？いや、いいんじゃん。言うと思ったけどね。もういいのよ、別に。今年も乗り切れそう。あ、今年、そう。そんなに大してないです。うん。うん、もう日々暮らしてんのがあれなんで。じゃあワーストは？ワースト。ワーストとか言える？あれじゃん。沖縄旅行に行った次の日から具合悪くなった。ああ、悪くなったね。なんか、だから40度近く熱出すでしょ。そうなのよ。俺さ、沖縄弱いんだよね。ああ、前回行った時も、そう。まだうちらが付き合う前に、沖縄行った時に、体調崩したのよ。うん。戻ってきたら。うん。で、やっぱり、ちょっと、沖縄ってその、ね、霊とかが多いから。まあっていうのはね、聞くけどね。俺毎回やっぱ取り憑かれてるんだよね。きっと。取り憑かれてんのかな？だっておかしくない？でもそういう、なんかそういうスポットみたいなの行ってないじゃん。でも、やっぱ、うん、島全体的にちょっと、あるかもしれないじゃない？そうね。やっぱりちょっと弱いんだよね。好きなんだけどね。うん。俺のベストは何だろうな。まあ、
今年も一年乗り切れそう。うん、どうだよ。かなぁ。うん。いや、そんなもんしかないわ。その程度しかないわ。めちゃくちゃなんか。難しい。あ、難しい。この質問は難しい。ワーストなぁ、ワーストなんだろうなぁ。あ、初めて、塗った。うん、塗った。塗った。ああ。足の裏。イボ？イボ。切って。もう大したあれじゃないよ。全然よ。まあ、その程度です、うん。あ、これ面白いかも。相手のいいところを一つもらえるとしたら何ですかって。あ、そう、いいなって思った。うん。何欲しい？俺のいいところ。そう、昨日考えてたのよ、それ。うん。何欲しい？いいよ、あげるよ。あげれるもんなら。まあ、優しさ？おう。優しいところ。うん。なんだけど。が欲しいの？自分も優しくなりたいってこと？うんうん、そう。うん。って思ったんだけど。うん。思ったんだけど。だから、その、あなたの優しさっていうのは、なんか、いろいろ、薄っぺらいところだったりとか、何も考えてないところとか。やっぱりそういうと思ったわ。そう。もう人に興味ないところとか、うん、まあそういうのも含まれてるから、うん、そういうのをすべてそぎ取った、本来の優しさ。え、もうそれそぎ取ったら優しくないのかもしれない。あ、そう、確かにな。確かにな、うん。それ込みの優しさなんじゃないの？あー、そうかね。そう。まあ、それが、まあ、俺のいいところってことでしょ。うん。うん。そう、ポジティブに受け取っとくわ。うん。俺が、翔ちゃんがいいなって。うん、聞きたい。聞いたことないと思う。欲しいものは、若さ。なんだそれ。誰でもいいじゃねえかよ。なんだそれ。だったらもっと若い子にしないから。いや。でもさ、なんだろうな。まあ、そういうの抜きで言えば、うん。深く考えられるところかな、物事を。逆に。逆にね、浅いからね。そうそう。痛い。あ、暴力。殴り合いしよう。ちょうどいいのよ。うん。俺深く。考えすぎるからね。考えられるし、うん、自分の中で、うん、あ、そこも、そう言ったらちょっとあれだけど、うん、あ、今いいこと話してるかも、みたいな時あるのよ。ちょっと、いい話してる俺ってね、うん。ちょっと自分で言うのもあれだけどさ、うん、ドラマとかもさ、見てるし、いろいろ。いろんなドラマとかね。やっぱ影響を受けるのよ。うんうんうん。文章とか何かしら。うん。で、ちょっと、溢れるのよね。あ、気持ちが？気持ちってか言葉が。溢れるの？だから、っていうのが、俺であって、うんうん。で、この人はもう、薄っぺらい。薄っぺらいじゃないのよ。なんか、下敷きよりも薄いような、ペラ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 みたいな感じなのが、うん、合わさって、平気になるんだよ。社交的なのよ。社交的。だから、みんなに合わせられるのよ、話を。はいはい、はい。いろんな人に。いろんな。あー。そう。器用貧乏的な。違う。なんで？器用貧乏じゃない、貧乏じゃないの。え、だから、どれ器用なのよ。あ、どんな人の話にも大体合わせられる。でも、濃い話もはできないわけでしょ？いや、濃い話の時は俺聞き役になるから。あ、うん。相づちうまいって言われるのよ。多分みんなも知ってると思うけど。そうそう。話、聞き上手なのよ。そうそう、うん。で、話は相手に合わせて、いろんな適当なこと言うから。だからもう全部、そこまで深くはいけないけど、全部、波みたいな。あ、そう。ことは、一般的な教養話はできる。そう。知らない、全く知らない話でも、多少知ってますかのようなふりをして話ができるっていう。いいと思うね。だって政治の話とかされてもさ、経済の話とかされてもさ、よくわかんないじゃん。でも、ああ、そうですよね。ニュースでそういうの見ましたとかさ。わかる。俺、そういうのは皆無だからさ。ぐらいでいい。そう、わかんない。本当にわかんないって顔するよ。わかんないから、そこはできないけど、突き詰めてるやつに関してはもうどこまでも深く話せる。確かにね。と思ってるはいます。うん。だから、そういうところは本当に羨ましいと思う。ああ。うん、怖い話が聞きたいな。難しいな。え、幽霊とか見たことある？ない。ないけど怖いって思ってる。感じたことある？感じないけど、うん、夜の鏡とかは見ないようにしてる。ああ。うん。旅行先の鏡とかは、もう真っ暗な時は見ないし、うん。うん、ようにはしてるけど、まあ、実際見たことあるかって言われたらない。俺もな、なんか心霊体験とかもな。ないね。だから怖い話、人間が怖いとか。一番ね。うん。そうよね。人間が一番怖くない？怖い、うん。そうね。人間が怖いね、一番。はい。
なんだよ、それ。なんだよ、怖い話。怖い話でも何でもねえよ。うん。エッチの頻度は昨日です。してねえじゃん。